はい、今この白い花映しておりますのが、えー、コルヌスの香港演出を今撮影しております、えー。中国南部からベトナムにかけて、えー、自生をする水木一家の樹木になります。今たくさん花が、えー、ついておりまして、えー、この丸い部分がこれ花の集合体で、えー、この白い部分が、えーまあ、双方に当たります。えー、この木は えこれ貨幣が割とこう長くつきましてまあその結果こう横向きにまあ咲く特徴があります、えー、日本の山帽子と同じ仲間なんですけども、えー、日本の山帽子は割と上向きにえ咲くんですけどもこの香港エンシスは横の方を向いてえ咲く特徴があります、えー、葉も常緑ですから 日本の山帽子は落葉獣ですし、まあ、その辺の違いもあるんですけども、花はよく似た花をつけております。これ満開で、これはクリーム色の双方辺の個体ですし、こちらにもあります。こちらの香港演出は、割と白い双方です。花が今もだいぶ終わってまして、 えっとこのように、先ほどのタイプのものは、まだ花開いてなかったんですけども、これはもう花開いて、このようにちょっと終わりかけております。これまたあの秋にこの集合花熟して、赤い実を多数つけることになります。はいえー、今日はコ,ン、えー、コルヌスのホンコエンシスを ご紹介いたしました、えー。場所は中国植物園ですね。えー、植物園の一番、えー、北の西にある、えー、四季彩りの丘の隣にある中国植物園に植栽をしております。